はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。パワープロサクセススペシャル、今回はですね、まあ、何をするのかというと、前回のガチャでね、PSR の暁守くんを手に入れたんですけれども、まあ、まだ全く解放してません。で、こいつですね、このアフロ怒りの存在をすっかり忘れてて、まあ、コメントとかでもね、いただいてたんですけれども、まあ、ボックスをちょいちょい、見てみたら、あれ、なんかこいついるじゃんみたいな。アフロ怒り、ちなみにプラゴなんで、こいつを、暁守に、ぶっ込みます。で、こいつでプラに解放したら、今持っている暁守くんのプラゴも突っ込んで、まあ、最低3にはしましょうというところですね。まずこれをやっていきたいと思います。なので、暁守くん PSR、こいつに、アフロ怒りのプラゴをぶっ込みますと。で、プラに解放してくれれば超嬉しいんだけど、どうよ。おー、来たねー。プラに解放した。超ありがたい。これでさ、暁守、これリーダーになってんだけどさ、ぶっ込めんの？ぶっ込めねえし。リーダーを外さなきゃいけないのか。じゃあ、とりあえずもう近くにいる。なんとなく、葵ちゃん、一回リーダーにしておきましょう。で、暁守くん、プラニから、これでさ、使用中になってからダメなのか。そういうことね。別にリーダーとか関係なかったわ。イベキャラボックスじゃなくて、イベントデッキだ。これで、守くん、とりあえず外せばいいの。これ全部外さなきゃダメかな。暁強化なんでね、今のうちにちょっと暁守くんを使って、投手はね、やっぱ結構いいのが作れてますね。で、普通にこの前 S 級を出したじゃないですか、 S の9 あれ実は更新投手でした。1個前、じゃなくて2個前くらいの動画かな。で、プラ5、これでさ、プラ4になったらさ、マジすごいよね。そしたらどうする？プラゴ作り出すよね、無理やりにでも。まあ、すべてはこいつでどれだけ解放するか。うおー、来た、マジか、これマジか。ちょっと待ってね、ちょっと待ってね、ボックスとか見直します。で、ちょっとボックスをね、まあ見渡してみたんですけれども、今ここにいる人たちが、まあ、守くんのすべてですね。で、まあ、この SR が母体にはなるんだけど、 30% でぶっ込むよりは、まあ、R のプラゴとかがあって、ここに PR があってっていう感じなので、どうしようかな。 SR のね、大丈夫博士像はさすがに使いたくない。なぜならこいつは常設で解放できるから。なので、さすがにね、大丈夫像博士なしでプラゴに持っていきたいんだけど、この手持ちだけだとちょっと不安があるんで、まあもう一つね、考えてる手段があってですね、まあ、どうするのかっていうと、まあ追いガチャしますっていうのも最終手段なんだけど、その前に、追いガチャする前に、チケットで選抜キャラ SR 選択権っていうのがあるんですよ。で、これはメンツがこんな感じで、この中でいくと、もう絶対なんか欲しいなっていうキャラがいなくて、だったらここで普通の守くんを取って 30% の解放にかけるかと。で、今アプリの方では帽子なしね、山口くんが来てて、もう完全にルシファーなんですよ。あのアプリでいう、もうルシファーと超丸かぶりしてるんで、サクスペの方では多分ルシファーは来ないです。なので、その代わりとして、まあ、いつか帽子なし山口くんが来ると思うんですけれども、まあ、その時のためにね、山口取っておいてもいいんですけれども、まあ、俺は一応これを見越して、山口はまだミキサーかけないで持ってます。なので、今回のこのチケットは、まあ、このメンツだったら、まあ、最悪守くん取って無駄になっても、まあ、しょうがないでしょうということで、守くんをゲットします。まあ、こんなのはもうサクサクサクっとやって、で、こいつ、この守くんを PSR に食わせて解放すれば全てが OK。 もう全てが順調。プラニの 30% 通すっていうね。
感じなんだけど、ロックが外れてますね。ここからね、ロック外れるようになったのはでかいっすよね。で、これは母体として取っときます。なので母体として取っとくとどっちがいいのこれよくよく考えたけど、通常バージョンもいや、わかんねえから、そう、追いガチャするにしても今回こっちのが出現確率上がってるんで、暁守くんは最終的な母体として取っときましょう。じゃあこいつをぶっこみます。普通の守くん 30%、 だこんな 5% とかさ、 0.5% とかそれはもう無理だからそういうのはしない。 30% これよ、この守くん、うおお解放したわやったぜ、 PSR プラゴが出来上がったリーダーにしてもまだちょっとレベルが足りてないんだけど、ということで、いやマジ全部うまくいったな。プラに解放の 30% 通して、まあ普通のね、これは残っちゃったんだけど、どこ行ったわかんないけど、こいつ残っちゃったんだけど、まあまあまあそれはしょうがない、別にチケットが無駄になったといえば無駄になったんだけど、そんなのね、だってわからないからしょうがないんだけど、これで PSR プラゴが出来上がりましたと。で、じゃあこいつはリーダーにしておきますんで、まあもしよければ皆さん使ってくださいということで、まあ、今回はね、ちょっと PSR プラゴの暁守くんを作り出すという動画で、これで終了したいと思います。じゃあ最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、ツイッターのフォローしていただければ幸いです。